皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサです。今回は来年度における、京都大学の傾向と対策についてまとめます。今回は理系学部の一般選抜のみを扱うので、ご注意ください。理系学部とは、理学部、工学部、農学部、薬学部、医学部のほか、総合人間学部や教育学部、経済学部の理系区分も存在します。文系学部については、過去の動画をご覧ください。動画の流れとして、まず一般選抜における試験科目と配点、次に個別試験の傾向と対策について、最後にその他情報を解説します。これらの情報は入試要項にも掲載されているので、ご覧ください。それでは、早速見ていきましょう。ではまず最初に、一般選抜における試験科目と配点を解説します。最初に総合人間科学部、理系、です。はじめに注意点として、一次試験の配点にあるアスタリスクについて説明します。大学によれば、アスタリスクのある科目は第一段階選抜の得点対象であり、足切りにおいて他の教科と合わせて選抜されるそうです。つまり、学力検査の得点対象にはならないそうです。しかし、足切りがある場合には考慮されるので、共通テストは受ける必要があります。ある程度の点数は取れるように対策しておきましょう。さて、総合人間科学部の理系は個別試験重視のパターンです。試験科目について説明します。共通テストの地歴公民は、日本史 B、世界史 B、地理 B、臨生から1科目、理科は各発展科目から2科目、外国語は英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語から1科目選択です。個別試験は理科が物理、科学、生物、地学から2科目、外国語は英語、ドイツ語、フランス語、中国語から1科目となっています。個別試験の数学と理科の配点が高いです。また、個別の国語もしっかり対策しましょう。続いて教育学部、理系、です。こちらも選択科目は変わりません。しかし、理科が1科目だけで良いという特徴があります。配点の大きい数学や外国語のほか、国語もしっかりと対策をしておきましょう。次に経済学部、理系、です。こちらも個別重視パターンです。なんといっても、個別試験の数学の点数が高いことが特徴です。個別試験の国語と外国語も大事ですが、数学は特に重点的に対策しましょう。次に理学部です。理学部は共通テストの成績を用いた足切りが存在します。入試要項によれば、900点満点のうち、約7割以上の得点の人は突破できるそうです。本番の緊張を踏まえ、受験勉強中は常に8割をキープできると良いです。しかし、全体の配点は個別重視なので、記述問題もしっかり演習をしていくべきです。次に工学部です。総合人間学部のように、共通テストにアスタリスクがあることに注意です。工学部は、試験科目の指定が多いのが特徴です。共通テストの理科では物理は必須、もう1科目も化学か生物です。個別試験においては、理科は物理と化学の2科目と指定されています。また、外国語も英語のみのため、受験生の選択の余地はほぼないです。配点自体は、他の学部と同様に個別試験重視の型となっています。続いて農学部です。農学部は工学部とは異なり、理科も4科目から選択可能です。また、他の学部に比べて共通テストの配点比率も高いという特徴があります。個別はもちろん、共通テストでも着実に得点することが求められます。次に薬学部です。薬学部は個別試験において、地学は選択できません。また、外国語も英語しか選択できません。ご注意ください。配点自体は、個別重視型です。特筆すべき事項は特にありません。続いて医学部です。医学科と人間健康科学科に分けて説明します。医学科の配点は上記の通りです。面接試験があるのが特徴です。面接試験の結果によっては、試験の点数に関わらず不合格になるそうです。また、共通テストでも個別試験でも、理科では地学が選べない点に注意です。京大の医学部医学科は最難関です。全科目と面接をしっかり対策しましょう。続いて医学部人間健康科学科です。医学科と異なり面接試験はなく、個別試験の外国語は英語のみです。飛び抜けて配点の高い科目はなく、バランスよく得点することが重要です。これで一般選抜における試験科目と配点の解説を終わります。それでは次に、京都大学理系の個別試験科目の傾向と対策を解説します。まず最初は国語です。試験時間は90分です。
大問は3つで、評論や随筆などの現代文が2題、古文が1題出題されます。文系と異なり、文語文の形式は最近見られず、古文も短めです。しかし問題のレベルは高く、評論や随筆は抽象的な内容が多いため理解が難しく、古文も和歌の解釈などが必要となるため、文系に劣らず難しいです。また、全問記述式なので、回答欄に適切に答えを記す必要があります。抽象的な内容を理解する読解力と、自分の言葉で記述をまとめる力が問われます。センターや共通テストの問題を記述で解いたり、他の国公立の問題を解くなど、記述回答に慣れ、本番でもうまく書けるように対策しましょう。文系の国語よりも試験時間が30分も短いことにも注意です。続いて数学です。試験時間は150分、範囲は数学3までで、全問記述式です。大問は6つあり、整数や確率、微積、ベクトルなどが品質ですが、昨年は複素数なども出たので、すべての分野を漏れなく理解しましょう。特徴としては、他大学の問題にあるような誘導形式の問題がないこと、教科書の知識を応用させて解くような発想力を問う問題が多いことです。一見すると訳のわからない問題も、学んだ知識の応用で解けるのです。また、京大の数学の採点は厳しいことで有名で、論理の流れを重要視しています。答えが合っていても、論理の破綻などで大幅に減点されるそうです。対策としては、早めに基礎知識は習得し、演習に取り組むことを勧めます。過去問や他の国公立大学の理系数学の問題を演習して応用力をつけましょう。一橋大学の数学は数 2B までの分野の発想力を鍛える良問です。数3の演習のほか、一橋数学を解くのも十分力がつくでしょう。続いて外国語です。英語のみを扱います。試験時間は120分、大問数は一昨年が3題でしたが、例年4題です。全問記述式で、英文和訳問題と和文英訳問題がメインです。長文の抽象度は高く、和訳問題の下線部もかなり長く難解です。また、英訳問題でも日本語の難しい言い回しを英訳する必要があることもあります。さらに、英文の空欄を適切な文章で埋める英作文問題も出されているので注意です。対策として、過去問演習や他の国公立大の長文問題の演習をするのがおすすめです。特に北海道大学や東北大学などの問題は、下線部和訳の良質な練習になります。英訳や英作文は添削をしてもらいましょう。書く能力はやればやるだけ伸びます。訳すのが難しい日本語は辞書を使い、脳内で訳しやすいように変換する力をつけましょう。次に理科を説明します。試験時間は2科目で180分ですが、教育学部は理科1科目受験なので、90分となります。物理の大問は3つで、主に計算して式を記入する形式がメインです。その他にもグラフを書かせる問題や記述問題が出されたこともあります。リード文が長く、文字や数式などの条件付けが多いのが特徴です。物理の計算に加え、リード文を読み問題を理解する読解力が必要となります。対策として、基礎知識は早く詰め、過去問で演習を積むことが重要です。続いて科学です。大問は4つで、式記入、数値計算、選択問題など様々です。物理と同じく、長いリード文や図を用いた条件付けが多いのが特徴です。また、結晶の問題などでは数学の知識を用いることもあるので注意です。知識を早めに定着させ、過去問演習で発想力や応用力を身につけましょう。続いて生物です。大問は4つで、国記述や選択、説明論述の形式です。リード文や図から条件を理解する必要があり、読解力も問われる問題です。また、初見の問題や用語などが出てくることもありますが、リード文で説明されていたり、学んだ知識で対処できるので問題はありません。教科書の知識は完璧にし、過去問の演習などで応用力をつけましょう。また、物理や科学よりも論述がある分、試験時間の管理はしっかりしましょう。最後に地学です。大問は4つ、計算問題と説明論述問題が多い印象です。高校地学の幅広い分野から出題され、計算力を問う複雑な計算もあります。知識自体は教科書、資料集で十分ですが、計算などの演習に慣れるために、早めに問題集や過去問に取り組むことを勧めます。以上で、京都大学理系学部の個別試験の傾向と対策を終わります。
最後に補足として、来年度入試の主な変更点について説明します。一つ目に、英語の外部試験や資格の点数は利用されません。これは多くの他大学でも発表されているので問題ないと思われます。次に共通テスト英語の配点の換算が変わります。共通テストではリーディング100点、リスニング100点の200点満点ですが、京都大学は、それをリーディング150点、リスニング50点の200点満点に換算します。リーディングの比重が上がるので、注意しましょう。三つ目に、コロナ関連の変更点です。問題において、教科書の発展的な内容の事項を扱う際は、設問で説明が加えられます。また、新型コロナに罹患した人のため、前期日程の追試験を実施します。追試験日は2021年3月22日月曜日と3月23日火曜日です。コロナ関連の情勢は日々変化しているので、しっかり公式ホームページで確認しておきましょう。最後に、来年度ではないですが、令和4年度の入試変更点について触れます。それは、経済学部の個別試験科目、外国語、が英語のみとなる点です。現在の高校2年生や2022年に京都大学経済学部を受験する方は注意です。以上でその他変更点の説明を終わりにします。いかがでしたでしょうか。これで、京都大学理系学部の一般選抜の傾向と対策を終わります。ご視聴ありがとうございました。